アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。今回は前回の続き、ギャラクシーバーニングなのでギャラクシーを合計1610枚引きます。はい、今マイレージ68万まで来ました。えらいことですね。はい、今から、はい、ちょっとね長くなるので分割していきます。ではギャラクシーも行きましょう。今のところですね、前回の動画すべて毎回10枚引きで S 級が来ました。はい、えげつないですね。さすが 3.5 台毎回 S 級が来てます。こんなの初めてですよ。もう S 来るのチャンスを求めますよね。おい、切った。はい、ショッパー3つ、いいですね。直当たりはやめてくれ。なぜ直当たりが嫌か動画出し、動画出します。トルーディアレックス、召喚しません。その召喚しない理由もあるので動画にあげます。はい、75、積載、増幅に抵抗弱体、はい、使いますね。はい、また63、修理ロボットにシールド、よし、使いません。惜しい、なかなかお目当てこないですね。72、低い照準妨害、うん、ちょっと置いておきます。はい、わけはありますが、ちょっと眠ません。まあ、でもちょっと欲しいな。90、あんま90なんでね、置いておきます。で、抵抗弱化に正確度に抵抗力、はい、これを使うんですね。色合わせですね、この辺ね。はい、90、OK。 はい、90までも置いておきます。貫通命令か、もうね、1個でもスキルかけたらね、もう戦闘結果が大きくなるんでね、もうちょっと今回から、もう今回っていうか前回ぐらいから、もう容赦なく気づいてます。妥協してません。83、91点でいません。で、貿易メダル最大値割れたのでいません。これね、初心者の方、レベルを上げられている方、これね、一番下の行政補助、これどこに入れても、最大値が増えます。ね、でどれぐらい何パー増えるかをこれで上げていくと、マックスの数字でチェックしてください。はい、でこなので、なのでメタル鉱山の長官にしたらこの2つが効きますね。で貿易センターに、長官に任命するとこの2つが効くっていうことです。はい、83、贅沢でしょう。80台はいりません。はい、もうキリがないんです。はい、76、低い、クリティカル回避命令に強化いりません。はい、この方たちは全員退役して DMA にします。で、これだっていう AQE を一気にレベル換算したいので、このための DNA ダメージの DNA 預金ですね。はい、次に行きましょう。もうね、毎回 S 級来るんだよ、これ。と今のところ毎回です。もう S 級来るんだよ、来ましたね。すごい、あ、1個時間当たりした。 G カードナイス。カード10個なりましたけど召喚しません。何度も黒いようですが、なぜ召喚しないのか、自分の召喚方法を、動画に作ります。動画上げます。はい、直当たりをやめて、これで、G カードこれ出ましたよね、2枚ね。でまだ光ってるってことはもうね、 DNA10 枚か直当たりかどちらか確定です。で自分は直当たりを来てほしくないんです。やめて、よし、ひらひら終わった。で、1人テイクス、ちょっと見ていきましょう。解説ですね。95、あ、もう95なんで置いときます。で抵抗弱化、衝撃緩和、回避軌道、なかなか面白くないですか、これ。これは違う意味で面白いですね。ちょっと置いておきますね。どちらが95なんですかね。80、連射貫通、ナイス、君は使います。はい、置いておきます。で、87、艦隊シールド緊急修理、よし、あのね、ちょっとね、ちょっと、はい、でもこれはいらないです。87でも妥協しません。もう増えてるんです、いっぱい、色合わせの人たちが。はい、で、70でしょ、脆弱回避、抵抗弱化、はい、使いません。はい、
あ、この人か。同じ顔なんでちょっと間違えました。はい、ローレン、内政さん、56、貿易交易研究、56、ちょっと、いくらなんでも。まあね、でも、DNA になってくれるので、OK です。はい。ね、OK。はい、次行きましょう。ぽい。今のところ、毎回、SQ 来てます。毎回、毎回です。さっき来るんでしょ、SQ。ほい。あ、トリビア。トリビアはね、ちょっと、開けちゃったんですけど、今となればね、置いときゃよかったっていう感じです。はい。トリビア、ちょっとね、ある作戦で使います。はい、面白いですね。いろんな使い方がありますよ。はい、内政71、低い大使館研究攻撃割れました。いりません。はい。72、低い貫通。ということで、ちょっと置いときます。訳はちょっと言えません。73の、脆弱修理ロボット攻撃、これは使いません。はい。で、2人は DNA ですね。永久はね、委員会に入れるとポイント上がりますけど、自分は DNA の方がいるので、委員会にはもったいないので入れません。ね、永久を育てる意味がなくなりますので、委員会に保存してしまうと DNA たまらないんで、ね。あと色合わせでね、永久移動をね、強化しないといけないので、その時にね、DNA いるんで、もう DNA は自分は永久移動した方がいいと思う派です。おし。二人。ニックス増えてきた。21枚。アーロン、アーロンありがたい。アーロンがいいですね。で、お一人様。アルフレッド。はい、ですね。はい、内政さん。80。そうです。この数値を見てね、もうこんな数千枚、ね、1600枚も後で見るのめんどくさいんでね、言ってます。はい。規模、生産、保有量。はい、割れました。すいません。強人多いな。71、強人、消費者の集団、耐久力はいらない。耐久はいりません。はい。ベルフレット、89。電池バースの回避、抵抗力、いりません。もうね、89はもう、はい。もう91、はい、90超えたので、もうとにかく、チェックです。緑、はい。貿易センター、どの旗艦が、どのね、色か、ちょっとね、そこまで記憶してないです。なので、後でチェックするので、90台は置いておきます。で、行軍攻撃、はい、いらっしゃいません。みたいな感じですね。で、はい、次行きましょう。今のところ、毎回SQ来てます。6枚。6枚。ちょっとやばないな。6枚 SQ。もうすごい。ジャック。ジーリアン。ミネルヴァ。ナイス。ジェイコ。ジャック。あ、そうか、6枚。いっぱい。ジャックでしたね。で、今回に2人が取り込みます。はい、で、2人をチェックですね。連射か。77、連射に緊急の棒。はい。順番使いません。はい。連射と強靭多いな。貫通、積載。貫通、積載。ちょっと理由があるので、この人置いておきます。理由はあります。理由はね。理由があるので置いておきます。その理由はネタバレなので言いません。はい。いずれ、いいかなと思う時期が来ましたら、攻略的な動画を作ります。はい。何に使うか、それもお伝えできません。また始まった。はい。確認をして、これをしたらいけるんですね。はい。そうです。この録画アプリを、ね、立ち上げたら、やっぱりこう、やばいと思います。はい。これでもSQ来ると思いますよ。あ、初めて来なかった。初めて SQ が来ませんでした。おお、なんか SQ 来るのが当たり前な感覚になってますね。これやばい感覚になってた。はい。破損防止貫通。うん。
あり565、まあ後でねちょっと理由が多分チェックするので、85貿易支援を保有料いりませんで、71か。ステルス電磁パルス回避起動でしょうね。でも71なんです。これちょっと面白い。順番的に面白い並びですよね。83アカデミー攻撃自然、はい、いきますね。ファイ、さっきフェイが直当たりきましたね。フェイはね召喚してなかったんで直当たりやめてほしかったんですけどね。仕方ですね。デートエース、連続 S 級が止まったら、連続で止まりましたね。これは逆に、止まるときはね、止まってくれた方が、あとでね、パンチが来そうですね。カテゴリーの時にね。はい、電車回避、90、90までね、ちょっと見てみます。わお、ロック。これ、美味しいもんな。この人、美味しいですよ。でも65ちょっと置いときます。面白いんで。ただね戦闘65っていうのを使いますね。はい、99、はい、もうこの人決定です。で長官でしょ、割引持続、はい、持続これはないな。まあ攻撃長官にするとね、この回復と、割引が効くんで嬉しいですよ。割引はね効いた方がいいです。はい、86暗黒修理スカート終わりました。よし、うわー、回避いらねー。でもこの人は、はい、グッド。なぜかちょっと言えません。はい、ね、近藤修理ロボット迅速な、ね、最終が混ぜてしまうとねもうね使えないんで、はいね、最終ガールになってくれるなら最終と規模と積載量ですよね。はい、残念です。77切った。行軍、うん、行軍回避性格ど、あ、命令か。まあでもちょっと77でしょ。ちょっと置いとこう。もっとね数値が高い人来るかもしれないんで、何を使うか。行軍はね、あの狩りで使えた方がいいですよ。この1時間帯でも、ね、行軍が早い方がたくさん狩れるので、はい、あの行軍特化エールは、ね、必ず使えると思います。はい、さあ来ましたね。 S 級が戻りましたね。2回挟んで S 級がまた戻ってきました。はい、あ、ヒラリー、はい、イーリアニア、はい、言いにくい。イーリアニアってこの人近藤でしたっけ。間違ってたすいません。はい、で、あー、そっちか。連射近藤貫通ってなんか聞いたことあるな。あ、トルーディですね。トルーディがいてるんでね、意味ないでしょう、ね。戦闘パターンの人ね。83でしょ。今トルーディ使えばいいやん。っていうことなんですけど、ちょっと83なんですけど、ちょっとね、置いとくんです。はい。その置いとく理由はちょっとまだ言えません。内政さん。79、あー、貢献暗黒、資源。このね、感染強化支援 5%。これはね、長官にしといた方がいいですよ。何パーセントまで減るか、ここでね上げていくと、この数値が、はい、変わってわかります。チェックしますよ。はい、85低い貿易が低いちょっと待って、ありました。仮にも85メダル攻撃中決まりました。内政は予想じゃないとちょっとね使いません。77これが決まりました。あ、最大値か。最大値なんでアカデミーに入れると2つ、攻撃に入れると2つっていう感じでいきます。
ですね、この人ね、あのいらっしゃる、まだ教会にいらっしゃらない人。はい、で、はい、ドン、76、回避妨害貫通力か、ネットバレーになるんで、面白い。あ、レスキューマスターだ。レスキューってものが珍しく感じるってすごいバーニングですよ。すごい。はい、攻撃ですね。攻撃抵抗、で、63、低いですね。はい、62で抵抗攻撃弱点。はい、すぎます。はい、チャンス内政88、はい、建設攻撃とに追われました。いりません。はい、あ、61でこのスキル、はい、使えません。呪魔術は使えないですね。95、はい、95きました。最大値上がりますので、大使館に入れたら2つスコアもいきますね。で、研究所に入れて研究速度が上がりますねっていう、あの長官がいない方、こういう使い方もいく。これね、2つキープできるので使えますよ。自分はなんで、あ、95か、95なんでね、数値が高いので色は声優として今発表しました。英雄はね、ちょっと欲しい英雄がいっぱい出るんですけど、 S9 で補えないのでね、このためにやっております。ジャック、ジャックちょっと増えてきたな。一人、いいんですね。お、ダブ、あ、じゃあ大使館か、ここまで大使館か、間違えました。63、はい、経験値スコア、でも63ちょっとね、自分はいらないですね。経験値の人書いてるんで、はい、すいません。ああ、64の貫通力でしょ。64ならいらない、いや、いらない、いらない、いらない、64はいらない、もういらない。はい、で、73、低い、強化マイナスベテラン、迷惑性、はい、終わりました。はい、いいですね。で、この時間の方、68は低い、生産、に暗黒物質に、攻撃を終えました。あ、貫通抵抗か、ちょっと置いてくれ。そっちじゃねえ。86、最大値、資源最大値、生産スパート終わりました。84、抵抗命令耐久者、はい、いりません。だいぶ DM に溜まっていきますね、これでね。はい、次、お次、さあ、狙ってるものがね、大得点とかいるんですけど、はい、スキューっぽい、入れます。はい、まず委員会ですね。もう B 級の方は、はい、問答無用です。自分はね、今使い道がないので、はい、で、79は、これね、いや、これ70、あ、これ面白いけど、連射いらないね、連射いらないですよね、ほんと連射邪魔、連射が邪魔ね、ほんと連射が邪魔。オーバーチャージ、高速からのオーバーチャージ、あ、ちょっと置いてきます。ちょっとね、これあれで使えるんですか、ちょっと言えないですけどね。はい、6は近藤か、非妨害、緊急修理、はい、これをも使えません。はい、今ね、
ス性格回避84でしょう。80で公益一般名出選希望。強人多いな。最終がある時点でもうねっていうことなんですよ。はい、で81でしょ。はい、また強人かい。あ、97、これ置いとかなか。うわ、これもったいんじゃ。あ、いや、これ面白い、これ面白い。今、性格とパーセンテージしてね、面白い。よし、はい、90、あ、91、はい、置いておきましょう。あ、赤丸、単発赤丸、これ、貴重。はい、次、行きましょう。S 級よりも、正直 A 級が来てほしいです。はい、1カーテンじゃない、ニコライ、テレル、テレル、あ、テレルはどんどん増えてほしいですね。テレル来てほしいな。テレルいいですね。テレルとミネルバさん、カーテンですね。はい、そっちかい、そっちかい、もったいない。これでなぜ回避でも、まあ一応言ってきますけど、回避乱視、まあね、文句言えないですね。はい、72低いですね。長官最大値上がります。半回にアカデミー、はい、熱戦。うん、73、これね、これね、これ分かります、これ分かりますかね。まあ、ちょっと使わないです。いや、一応言っておくんですけど、一つ、自分にとって邪魔なものがあるんですよね。はい。そんなに長く待てないって話ですね。でも、まあまあ、戦えんことはないですね。お、来た !100 歩。皆さん、今回、初100超えです。でも、自分104までは持ってます。なんか108まで見たっていう方がいらっしゃいました。はい。自分は見たことないです。自分の手持ちは104なんです。はい、色枠で使います。ちょっとね、きちんと解説したいんですけど、今回一気にいくんで、ちょっと、いや、じゃあきっちり解説していきましょうか。本当、私これ何回も分けないと落ちないと、はい、解説ですよ。はい、S級、あ、エレメントだらけ、これ逆にね、ちょっとありがとうございます。これをこれでフェイ、今開けたらどう、あの自家当たりパック来てるんですよ。あれ、そういえばさっき自己当たりパック来た、まあいいかな、あとでチェックしよう。はい、ナイス、84低い、研究ゴールド、回復ですね。なので、ゴールドの長官がいない方はこれを人入れるとゴールドの生産量とね、この回復スタミナの、ね、回復が上がるのでいいですよ。研究もそうですね、研究速度と回復があるのでっていう使い方ができます。84、はい、ナイス、81、うん、自分はちょっと低い、これスペースドックとも言われましたね。スペースドックの長官でね、長官効果は高分と速度なんですよね。で、このスキルがね、出戦規模があると、何パーまで出戦規模上がるか、これで、はい、確認して、バーガーとチャンスのパーセンテージがね、効果ね、はい、チェックしてください。自分は、っていうので使いません。今回は DNA ばかりでしたね。っていう感じで解説しますね。スキルはもうすべて、はい、相性も分かってます。なのでそれをうまくお伝えしていきますね。ネタバレにならないように、いいリアンニャ、これ読めないです、いいリアンニャ、はい、リーウェイか、リーウェイよりカーデンがいいな。まあいいか、ね、来てくれるだけありがたいですよね。いろいろ使い道はありますからね。まずは B 級を
モードに入れます。はい、でこれでクリティカル、クリティカルと回避、これはちょっと自分はちょっと使わないです、使わない、本当に使わない、本当に使わない、使わない。88、残念、惜しい、あと2差です。レーダーメタル暗黒割れました、割れたので自分は使いません。はい、この人はあれですね、見てください、修理ね、収容量と修理速度が上がります。なのでこの一番のですね、研究じゃなくて長官任務もねあればなんですけど、ちょっとね66が低い、66ちょっと低いですね。さっきね惜しい人いったんですけど、なかなか思い通り、今1600人ぐらいねかかってる人が来た。おっ、 SQ また取りましたね、3回目ですね。10分の1以上は確実に来てますよ。はい、はい、内生産64、生産トニウム割りました、鉄壁ですね、割りました。で性格どうかで66でしょ、はい、低いです。これはちょっと自分は使いません。もうこの攻撃力ね大事ですよ、はい、この攻撃力めっちゃ大事です、はい、内生値も大事です、はい、スキルプラスね、皆さん欲張りましょう、ね、修理と暗黒、試験終わりました。パッセブなんですけど、貫通と抵抗、これがね79じゃ70台はもういらない。75か、ちょっとこの人置いておきます、はい、ちょっと置いておきます。これはねヒント一つ言います、スキルをコントロールできます。はい、84、残念、長官回復スペースドック、はい、割れたので自分は使わないですね。もう80台はもういりません、はい、もう英雄の方法がパンパンです。はい、こういう風になったらこの英雄使おうっていうのも置いてたりするんですよ。もし気が変わってこういう編成にした場合はこんなの使ってみようというので置いたりしてます。今使うのとはまた別にね。はい、スキルですね、これがダブル20枚まで頼みました。はい、でなぜ召喚してないか、くどいようですが、それも動画あげます、はい、あくまで自分のやり方ですよ、はい、ちゃんと自分は自分のね、プレスタイルとポリシーを持ってやってますので、はい、ですね、67で電磁パルスに抵抗着火に精密照準でしょう。ちょっとねヒント言います、時間かかりますこれ、はい、なのでね格上相手と戦うのにこれも持たないです。78、ゴールド冒険、鉄壁サイド、はい、割れたので98、そっちかい、でもまあ色合わせで使えるので、はい、できます。内製73、メタル修理評判割れました。正解、はい、ちょっともうねこの攻撃力はちょっと変わらないです、はい、それぐらいね欲張ってます、はい、欲張れるために普段はバーにスカウト使わずにまず、ギャラクシーね、海賊叩きまくって貯めまくって今回1600万円貯めましたけど、これ課金してないですよ、はい、で貯めてこうバーにの時にガンと行くっていうスタイルです、はい、海賊を買って、はい、ギャラクシーを貯めましょう。はまあ、ありがたいんですけどね、直当たりはそんなに、あ、E さん、あ、そうか、E さんも来るね、E さんも来て、ジェシー、10名はまあ、
まあ、後回しなんですね、アレックス。はい、で、一人が、うわ、早い。もうすぐアラームが鳴ります。ということを、ここで一度また止めて、第3部に行きたいと思います。これチェックしてますね。もうね、これ、わかりますかね。ちょっと止めますね。はい、この画面だけ、これすべて、この10人解説したら、はい、一度止めますね。まず、61。攻撃力が低い。はい、4% 変わります。初期値でね。大きいでしょ。はい、これは大きいんです、非常に。4% って。あの、放置惑星叩いて、3% アップでも結構変わるでしょう。なので 4% ってね、馬鹿にできないんですよ。はい、なので一番妥協してません。で、回避。ね、破損防止。ということは、これもパッシブで、抵抗力とかでしたらね、抵抗式とかでしたら、ね、相乗り盾でいけます。わかりますか？お分かりですかね？という、アンドストラント。はい。一番使いますね。85。経験値割引修理。はい。85か。85。85。うん、ちょっと。ちょっと後でチェックします。チェックしますね。積載か、ここで積載か、さっきの最終の時に積載来てほしかったですね。ということで、この人は使いませんね。チェルシー71、うん、ノー経験71はちょっと低いですね。これをちょっとしましょう。79、抵抗力バー、回避力バーで精密照準。でもね、これ 21% になってるでしょ。これがね、ここでチェックできます。パーセンテージがあるからね、はい、このパーセンテージ考えてこれぐらい上がるな、これで勝てるかなっていうのを自分は考えてるんですけど、これちょっと勝てないです。はい、ここまで来ました。ここまで来ましたね。はい、83、低い。メタルトに割れました。確か割れました。はい、今回は何なんですね。これで第2部終了です。はい、右下の猫マークポンと押してチャンネル登録してください。お得な情報、あのネタバレならない情報、皆さんが一人知らないお得な情報、いろいろお伝えしていきます。チャンネル登録してください。で、ツイッターでは、常時いろいろな、情報をお伝えしますので、フォローお願いします。インスタグラムも今ちょっと止まってます。すいません、あのちょっと事情があって、はい、今からまたやります。こちらも、フォローお願いします。あと Twitch ライブ配信してるので Twitch 登録してフォローお願いします。はい、では第3部でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。